堀さんといえば、うん、本人が絶対に言わないことっていうモノマネがあるじゃないですか。あ、はいはい。そこでちょっとこんな企画をご用意させていただきました。はい、題して本人が絶対に言わないモノマネ選手権。はい、ということで、ね、今から皆さんには堀さんの代表ネタである、本人が絶対に言わないことモノマネを実践していただきたいと思います。はい、ですがね、まあ、すぐにはできてないと思いますんで、ちょっとまずは堀さんのご手本をね、ちょっと見せてほしいんですけども、大丈夫ですか？まあ、一番分かりやすいのは、まあ、武田鉄矢さんで、まあ、金八先生ですね、はい、が言わなそうなことをこう言うっていうやつですよ。いくつかやりますね。じゃあ武田さん言われる、その1、君たちは塾に行きなさい、塾に。言ってほしくない。とか、その2、俺とピッコロはもともと一人の人間だった。もう意味分からへん。もうさん、ね、あっちゃんいつものやってあげてるみたいに。なるほど。要はその人のイメージとは真逆のことを言うか、もしくはテレビアニメとかなんか誰かのギャグをちょっとこう硬い人のイメージのものを崩すイメージですね。だから好きなみんながよく知ってるフレーズを 言わせたいこと、その人に言わせたら面白そうだなみたいなことを言うと。おお、ね、ありがとうございます。はい、すごい。ポイントとかありますか？もうなるべく短くだね。短くでみんなが知ってるフレーズ、もう言葉ですぐ分かるものを言った方がいいかなと思いますね。まあ似てる似てないはもう大丈夫です。なるほど。じゃあそのポイントをちょっと踏まえて、うん、じゃあ早速、うん、トップバッター行ってみましょう。トップバッターは A 声の佐野雅也くん。一体誰の絶対に言わないことを言ってくれるのでしょうか？大西ライオンさんが絶対言わなそうなので。なるほど、行きましょう。それでは佐野くんの大西ライオンさんが絶対に言わないことです、どうぞ。めっちゃ心配や。そういうこと。言わない。そういうこと。絶対言わない。めっちゃ心配や。ただね、あいつめっちゃ心配性なのよ。本当に、ね、ライオンくんめっちゃ心配性なのよ。いやいや、でも素晴らしい。ありがとうございます。2番手はドラマに絶賛出演中の道枝俊介くん。共演者のモノマネを披露してくれるのでしょうか？僕の憧れの先輩の山田くんのモノマネをします。いいですね。それでは行きましょう。道枝くんの山田涼介くんが絶対に言わないことです、どうぞ。バッチャンの名にかけて。ギッチャンじゃなくてバッチャン。ギッチャンやからね、いつも、はい、バッチャンの。バッチャンじゃなくてバッチャン。バッチャン、おばあちゃんの方だよね。バッチャンの何かけて、じいちゃん、なんでまっちゃんの方なのかな。バッチャンでね、バッチャンでね。3番手は特技がナレーションという奥村くん。特技を生かしたモノマネをやってくれるのでしょうか？風間くんのモノマネやります。お、風間くん、おいいですね。それでは奥村くんの風間くんが絶対に言わないことです、どうぞ。行け、ふなっしー。ラシジルマジック。どうもありがとうございました。ケンジロー上手くなったな、お前。いやー、すごいね。いや、うまい。うまいな。面白いですね。金すげー。これはもうモノマネのクオリティは関係ないですからね。関係ない。あ、そうなんだ。もういいのいいの。意外性です。そう、意外性ですから。4番手はやんちゃ坊主な小芝陸くん。そんな彼は誰のモノマネを見せてくれるのでしょうか？僕は紅の豚のモノマネします。なるほど。それではりくくんで紅の豚が絶対に言わないことです、どうぞ。生姜焼きはうめえよ。言わない、言わない。うまいな、すごい。だ、豆腐になっちゃうもんな。はい、絶対言わない。おお、すごい。生姜焼きうめえな。絶対言わない。面白いね。いや、面白い。ありがとうございます。5番手はプリティエンジェル大西流星。ぶりっ子全開のモノマネが飛び出すのでしょうか？寺田心くんのモノマネします。いいですね。それでは大西ちゃんの寺田心くんが絶対に言わないことです、どうぞ。はい。このチケットで東京に帰ればいいですか？え、グリーン車じゃないんですか？心くんじゃないけどね。大西流
優先やから。いやすごい、何作家いんのこれ。うまいね、すごいね、みんな。はい、6番手は微笑みの貴公子長尾謙杜。その意外な才能が今回爆発しちゃいます。芦田愛菜ちゃんの。いいですね。それでは長尾くんの芦田愛菜ちゃんが絶対に言わないことです、どうぞ。あのね、足毛まみれだよ。年？足の前ちゃんは僕より下だ。年下ですか。はい、足毛まみれだよ。足毛まみれ。そんなボケ聞いたことねえ。足毛まみれだよ。すごい。絶対言わへんもん。絶対言わない。絶対言わない。一生言わないよ。7番手はおバカハンサム高橋恭平。果たしておバカな部分が出てしまうのでしょうか。中島健人君のモノマネを教えてもらう。先輩セクシーゾーンでね、行きましょう。じゃあ高橋くんで、中島健人くんが絶対に言わないことです、どうぞ。お前の奴隷だ。え、なんで。みんなリーダーガランの後にやる。ガランの後にやる。それ中島くんも絶対やらないと思う。じゃあもう一回行きましょう。それでは高橋くんの中島健人くんが絶対に言わないことです、どうぞ。俺はお前の奴隷だ。逆ね、だから俺はお前の、お前は俺の奴隷だを、俺はお前の奴隷だって分かりやすいんだよ、ね、なるほど、いいね、逆にねっていう感じ。容量を得るの早いな、みんなな。いや、いいですね。いや、もう最後はもっとすごいと思いますよ。やめとく。いや、ちょっと意外にみんな良かったよね。いやいや、うまいよ、うまいですよ、うまい。いや、でもすごい、もっとうまいですよ。やばいよ、俺。次、向井くん行きましょう。やばい、ほんと。頑張れ、浩二。トリを務めるのは今回最年長の向井浩二。誰のモノマネでビシッと締めてくれるのでしょうか。初披露のアントニオ猪木さん。おいいですね。それでは行きましょう。それでは浩二、向井さんでアントニオ猪木さんが絶対に言わないことです、どうぞ。元気したい。元気があれば何回もできる。エクサ1、2、3、やプレッシャーすごかった、うん、それでは堀さんに一番良かった、うん、2代目堀と言っても過言ではない人を選んでいただきましょう。もうちょっと決まってますか、うん、相談してください、相談してください。ドキドキやで、みんな。それでは堀さん発表お願いします。果たして堀さんが認めるモノマネキングは一体誰なんでしょうか。それでは堀さん発表お願いします。優勝は長尾。ありがとうございます。本人が絶対に言わないものまで全世界の優勝は長尾くんでした。ありがとうございます。これは本当うまい。堀さん、選んだ決め手は何ですか。考えたって出てこねえよ。ということで堀さんも大絶賛してくれた長尾くんの芦田愛菜ちゃんが絶対に言わないことをもう一度見てみましょう。それでは長尾くんの芦田愛菜ちゃんが絶対に言わないことです、どうぞ。あのね、足毛まみれだよ。いや、僕選ばれると思ってなかったんで、はい、驚きがもうすごいあります。俺選ぼう感すごかったよ、うん、いや、すごかった。ありがとうございます。すごいわ。そしてですね、なんと優勝した長尾くんには、うん、堀さんからもっとモノマネが上手くなるようなアイテムをいただけるそうです。はい、ということでスタッフさん持ってきてください。マジで、何ニット帽。じゃあ、そうですね、こちらはテリーさんグッズですね。後ろ向いても、うん、で、かぶって、うん、あ、せっかくやからね。で、後ろ向いて、どうもありがとうでね、テリーさんでね、どうもありがとうやで、どうもありがとう、うん、うわ、嬉しいな、これ。うわ、すごい、ありがとう。いいね。
皆さんいかがでしたか、テリーさん。せーの、どうもありがとう。どうもありがとう。使っていこうね、はい、それ、ね、はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんの見てきましたけども、うん、ちょっといかがでした。いや、皆さんね、非常にスキルが高いですね。ありがとうございます、はい、あの本当にジャニーズの方がですね、うん、あのモノマネに参入しだしたらですね、もう私たち仕事がなくなってしまうんじゃないかっていうぐらい上手でしたね。はい、これからも伸ばしていきましょうね。はい、はい、以上、本人が絶対に言わないモノマネ選手権でした。ちょっと無茶振りとかしちゃいましたけども、ちょっと初出演のマイジャニーいかがでしたか。西畑さ、 お前の仕切りさ、すげえよかった。いやー、やった、言われて。じゃあ一個条件がある、はい、また呼んで。ぜひぜひぜひ来てください。素晴らしかった、楽しかったです。よかった。これからちょっとモノマネって結構武器になるんやなって。いや、ないよな。分かりましたね。なんか本職にしないでね。本職にはしないですよ。はい、よかった。でもこれからもね、ちょっと長尾君とかもね、はい、伸ばしていけたらいいですね。はい、ありがとうございました。足の毛をですか。いや、違う、髭まみれちゃうの。あ、違う、違う。まあ、いつかはね、モノマネされるほど有名になれるようにこれからも頑張っていきましょう。はい、本日のゲストはモノマネタレントの堀さんでした。過ぎた奇跡、そして繋がる明日の私。そう、バキしてて、た夢は今もあの日のように色褪せぬまま背中を叩く。 Living the mindset、 希望を探して、誰もが孤独な時代に。 Living the mindset、 その壁の先に生きてく強さがある。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。